大学1年の後藤瑞希です。広島から上京してきて今東京に住んでいます。私は中学1年の時から長島愛生園というハンセン病療養所にずっと通っていました。そこで回復者のキムテグさんという方と出会いました。私はキムさんとの出会いがきっかけで自分自身と向き合う時間をいただきました。ハンセン病回復者の中には病気の後遺症で唇の筋力が弱ってしまい話すときによだれが垂れてしまう方がいます。キムさんもそうでした。私は中学1年の時に初めてキムさんの部屋を訪れた時にそのよだれを拭うことができずに自分の中にある差別する心と向き合いました。頭では差別はダメだと分かっていてもいざキムさんの前に立つとそれができませんでした。キムさんは誰にでも分け隔てなく優しい方でした。正しく知って正しく行動する、それが口癖でした。3年前にキムさんは亡くなってしまいましたが、キムさんから学んだことは私たちの中に確かに今も生きています。キムさんとの出会い、そして交流し、私が感じることは回復者の方々と直接話をする、その手を握るっていうのは今しかできないということです。だから今たくさんの人にこのハンセン病問題と関わってほしいと思っています。一緒にボランティア活動をしましょう。お願いします。ハンセン病映画祭。